政府は先ほど開いた対策本部会議で19都道府県の緊急事態宣言と県内などに出されているまん延防止等重点措置について今月末で全て解除することを正式に決めました。こうした中、県内では昨日、いわき市、会津若松市、県外でそれぞれ1人ずつの合わせて3人の感染が確認されました。感染者数の減少傾向が続いている状況などを踏まえて、内堀知事はいわき市のまん延防止措置を解除し、基本対策に移行させる方針を示しました。安定的に継続をしている状況にあります。9月30日をもっていわき市におけるまん延防止等重点措置を終了し、10月1日からは他の58市町村と同様、基本対策に移行することといたします。またこれに加えて、来月4日からは県民向けの宿泊補助事業、県民割を拡充した県民割プラスを、11月からは感染対策を実施する県の認定店を対象とした電子クーポン制度を開始する方針を示しました。およそ2ヶ月ぶりにまん延防止措置が解除される見通しとなったいわき市、市民は、私は良かったなと思いますけども、やっぱりそんなに喜べないなと思って、いつまたそういうことがなるかなと思って慎重に考えてます。やっぱりマンボウが解除されてもやっぱコロナが広まってるっていう事実はあるし、僕自身まだワクチンを打ってないので、あんまり不要不急の外出は控えて生活しようかなと思ってます。このままその感染対策とかも強化とかしていれば解除はしていいのかなとは思います。ご飯屋さんとか夜営業してほしいなって思ってたんで、また前みたいに楽しめる感じに戻ってほしいなって思ってますね。県は間もなく開く対策本部でまん延防止措置の解除とこれらの事業について正式に決定する見通しです。